はい。残り2つは、国内問題ですね。で、2本目は何を言うかっていうと、まあ、笑い話を紹介しようと思います。朝日新聞かな？まあ、今入学式の季節ですね。桜も咲いて、うんなんて話。といっても、ちょっと遅いかな。この記事を出すのは2週間、2週間遅いよって思うんだけど、まあ、ただその、こう、実際に入学式が起きてる時にこれ書いちゃうと相当批判を食らいそうだから2週間後にしたのかなって勝手に思ってんだけどね。何を批判してるかっていうと、ランドセルを批判してます。はい。ランドセル別にガンダムのバックパックではありませんよ。あ、それじゃなくて、普通に、小学生が、小学校1年生が、ピカピカの1年生が背負ってるあのランドセルです。はい。皆さんが子供の頃のランドセル覚えてますでしょうかね。A4 が入らなかったって覚えてますか？B 版で、あの時は、小学校の先生方は、資料を作ってたんで、B 版が入る大きさのランドセルであれば当時良かったんです。で、ただ、今のランドセルは、A 版じゃないと、要は、お母様たちと先生がやり取りする紙も A 版になったし、教科書も全部、基本的には A 版になったので、はい、全部 A4 が入る大きさになりました。だから、ちょっとだけ昔のランドセルよりもでかくなっています。あんまり感じないけどね。はい。ね。でね、何を批判してるかっていうと、ランドセルの起源が、廃能だから、だそうです。廃能って何のことわかりますか？はい。軍隊の方が、自衛隊でもいいですか？しょってる、カバンのことを廃能と言います。似てますかね？似てませんね。見たことない方はわかると思う、見たことある方はわかると思うんですけど、全く似てません。はい。むしろ、登山とかに使うバッグの方が、廃能にはよっぽど近いかなと思うし、革でガチガチに作られているものじゃそうもないから、廃能って、ぴっちゃんこにちゃんと中身がなければなるんですよ。で、綺麗に詰め込むことによって、形を保つように、廃能っていうカバンは作られてるんですね。で、結構あれ、量入るんですよ。で、ただ、生地も丈夫でっていう話になってるんですが、ただね、そのランドセルのように中が空っぽでもあの形になって、雨風しのげるように上にカバーが、なんていうのは、全然関係なくてさ。でね、あれを結びつけて、軍隊が背負ってるもの、廃能を小綺麗にするものだから、けしからーんって言ってんじゃん？言ってるんだよ、朝日新聞。バカだなって思うんだけどさ、じゃあ、言おう。私が着てるこれ皆さんが着てる背広これも軍服です、元は。だし、コートね、冬、今春だけど、冬のさ、ダウンコート、ジャケット、違うな、まあ、そもそもコート、ガウンじゃなくて、あれも軍服です。はい。だし、言うたら、爪入りの制服、あれも軍服です。ね、女性のセーラー服、あれも軍服です。はい。わかります？大体のフォーマルな服っていうのは、基本的に軍服なんですよ。はい。で、昔の貴族の人たちが着てた服、特に騎士爵とか男爵ぐらいまでの人たちっていうのは、当然軍事もなってたので、大体途上する時の服っていうのは、軍服に毛が生えたようなものを着て途上してました。だから、そもそも貴族のフォーマルなもの、特に男性ね、のフォーマルなものっていうのは、ほぼニアリーイコールで軍服の正装だったんですよ。そのまま現地へ行くかどうかはともかく、ただ、爵位を持っている方たちは基本的に指揮官ですから、前線でドンパチやらないわけ。だから、かっちりしてる服でいいわけさ。ここにいろいろついてたりとかね。で、いいわけさ。で、それを着崩したり、いろいろ改変したのが、今の背広だったり、爪襟だったりするわけ。セーラー服だったりするわけさ。ね？じゃあ、記者の人たち、あんたらスーツ着ないのかって。朝日新聞の記者の人たち。スーツ着ないの？どっかの取引に行くのに。まあいいや。着ないでしよう。じゃあ、政治家とのパーティーに潜入する。スーツ着ないの？フォーマルなシャツで行くの？ねえ、バカじゃないのって言われるよ。お前何着て来ているんだよって指さされるよね。また記者が適当な服着てきやがったよ、つってさ。政治家の先生方にマイク向けられないじゃん。ねえ。本当にバカだなって思うよね。たとえさ、根源が、まあ、ランドセルの根源がね、
あのデザインの大元が元をたどれば軍隊に行き着くかもしれなかったとしても、いや行き着くんだと思うんだけどさ、だとしてもそれを批判したところで意味ないよね。今軍事物資だから子供たちに軍隊に入ることを願ってランドセルを背負わせてるわけじゃなくて、あれが頑丈で使い勝手がいいから背負わせてるだけなんだよね、うん、もはやそれでしかないの。日本のランドセルがあの6年間使えるような頑丈なもので使い勝手が良くていっぱい物が入って学校で使う多くのものをぶら下げられるから使ってるだけであって、そこに軍事教育の具の字もないわけだよ。本当に曲解してるなって朝日新聞のこと思うわけですね。で繰り返しになります。君たちが着てる服、フォーマルな服、軍隊と関係ない服着れるんだったらそれいいな、着れないんだったら言ってんじゃないよ、バカ言ってんじゃないと私は主張したくてこのニュースを持ってきました。ありがとうございました。